こんにちは。初めての Vlog を撮影してみます。お付き合いお願いします。最近新幹線に乗ったらすぐにすることです。はい、広島に到着しました。ここで今回の旅のしおりです。着いて早速宮島へ向かっていきます。やっぱりフェリーで行くって特別な感じしますよね。なんか遠くに来たって感じでワクワクします。宮島に到着しました。宮島には鹿がたくさんいて、人慣れもしているので普通に人と一緒に歩いているんですよね。かわいいんです。この宮島の街並みがいいですよね。心が穏やかになる気がします。今回はどこかのお店で食べるんじゃなくって食べ歩きというスタイルを選んでみました。牡蠣の土手焼き。普段は牡蠣ってレモンとかで食べることが多いと思うんですけど、こんな土手焼きの味でもぴったり合うんだなって初めて知りました。食べ歩き2軒目です。焼き牡蠣と牡蠣フライをいただきます。片手でカメラを持ちながら食べるって結構難しかったです。さて、牡蠣を食べた後はもみじまんじゅうです。今回揚げもみじまんじゅうがおすすめと聞いたので初めて食べてみたんですが、揚げるだけでこんなに甘みが増して美味しくなるんだなって感動しました。さて、厳島神社へ向かいます。厳島神社といえばあの赤い大鳥居が有名なんですが、なんと今回は大修繕工事中でした。中に入っていきます。本当に美しい神社ですよね。御朱印もいただきました。もうこの毛づくろいをしている鹿が可愛すぎてずっと眺めちゃいました。宮島のスタバは初めて行ったんですが、この景色を見ながらコーヒーが飲めるって最高の休憩時間でした。宮島を出ます。
今回はグランドプリンスホテル広島さんに宿泊しました。はい、ホテルに着きました。今日は楽しい一日だったんですけど、たくさん歩いたのでさすがにちょっと疲れました。私広島に来たのは今回が3回目で、1回目は高校生の頃に自分が初めての一人旅で選んだ行き先が広島だったんですよ。だからね、旅好きの私としては初めての一人旅の行き先だったので、広島ってすごい思い入れが強い場所なんですよね。で、2回目がグラムでメジャーデビューさせていただいた時にリリースイベントとして歌いに来させていただいて、で今日が3回目という感じです。で、厳島神社の大鳥居は今日は見れなかったけど、その高校生の頃に見たし、いっぱい写真も撮ってたから残念ではあったけど悲しくはなかったですで母親ともなんか思い出も作れてるし、いい旅になってるんじゃないかなと思います。明日も一日広島市内を観光したいと思っているので楽しみます。今回は母親が大学時代の友達と会うっていうのが一番の目的だったので、ゆっくり話すためにホテルで夕飯を取ることにしました。1日目終了です。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。今回2日目は平和学習日として過ごしました。高校生の初めての一人旅の時もここへ来ることが目的で広島を選びました。さて、2日目のランチはやっぱり広島らしくお好み焼きを食べようということになり、お好み村へやってきました。中に入ります。今回は3階にある水軍さんにお邪魔しました。こうやって目の前でお料理してもらえるっていうのはいいですよね。このお店のお母さんとずっと喋ってました。さて、あっという間の2日間だったんですが、大阪に帰る時間です。皆様ご視聴いただきありがとうございました。